夏は海水浴でにぎわう房総の富山。冬場のシーズンオフを稼ごうと手慣れた網を受験地獄という大海原へ張りました。この着想はまんまと的中。冬休みと同時に受験生という名の魚が続々と集まってきました。網元とも言うべき町役場では勉強部屋の斡旋でおちおち正月休みもできません。かくて海の家ならぬ受験の家は大繁盛。万年床が専門ですから第一手間がかかりません。とは言っても骨身を削る受験生の身を気遣って今日は息抜きのお餅つき。この家の主が手本を示すあたりは幼稚園の行事並みです。ところが一つついてはメガネがずり落ち、三つ目にはグロッキー。見かねた主が助け舟を出し運動不足をまざまざと知らされました。かくして元日の朝、主の頑張ってくださいという激励を受けてお雑煮をいただきます。ビールで威勢をつけていざ最後の追い込みへ。余すところわずか2ヶ月です。黙々と体を鍛える若者、詰まるところは体力の方が先か、単語を一つでも余計に詰め込むのが得かという受験戦略の問題なのです。テストテストで明け暮れた小中高の12年間、涙ぐましい努力も一流大学に入らない限り何ら報われるところがありません。追い込みに入るとガリ勉も一種の凄まじさを帯びてきます。この相部屋では風流なエレキの伴奏入りと思いきや妨害電波だと脅かされ当人は腐ることしきり。戦争の厳しさが身にしみます。こちらの主人公はなんと中学生で家庭教師同伴という豪華版。そのお隣は女人の館。時計の針は昨日から今日へ、今日から明日へ。深夜の女子にややゆとりを感じるのは日がめか。かくしていよいよ新学期、中学生の坊やも東大生の家庭教師をお供にお帰りです。時は金なり単語なり。4月に晴れて再び万歳をできるのは果たして誰と誰か。30万人の枠に70万人がひしめく受験地獄とあっては受験の家の友情もつかの間です。受験の家の住人はつぶやきます。本当に勉強 したくてやる、あの大学行くなんてあんまり聞いたことないな。僕はね、レッテルをね貼るためだと思ってるんだね。社会的な、ね、地位を欲しがるんじゃないですか。